苦しくったって悲しくったって、再生数再生数広告単価上がれ。フィルムからドーピングすんねん。ちょっと待って、だってそうだった。そうだね。生まれはロシア、ロシア完成、舞台は東京、イロシキーズです。いよいよ東京オリンピックが開催されます。2人は日本とロシアどっちを応援するのかなっていうのを、どっち応援しててほしい。俺的にはやっぱ日本に今住んでて、こうやっていつも一緒に生活してるから日本を応援してほしいなって思ってる。うん、じゃあそうね。なんでお前はそんな簡単だって、そうしてほしいんだろうなっていう方を応援してあげる。そんなに素直。今ここの周りにいる人たちは、例えば私がロシアに行った場で、みんなロシア応援してほしそうだなって思ったら、ロシアロシアってやるし、日本に住んでて日本で見てたら日本日本って言う。へえ、これ悪いやつ。え、わしはもう勝った方をわしが勝つって言うたやろって言う。え、あんたの方が悪いやん。こんなこと言ったら悪いこと言いよる、ネガティブなこと言いよるってなるかもしれへんけど、スポーツ自分に関係ないやん。誰が金メダル取ろうが関係ない。関係ないねん。そう、お金にならへんねん。こっちはどこが誰が勝つことをな、テレビを見て応援するよりも、動画を投稿して再生数再生数広告単価上がれ。フィルム再生数やめてやめてやめて。こっちのが10万円。こっちはこの応援はちょっと必要だね。それは全速に応援していただきたい。こうみんな顔面を、みんな顔面画面画面でみんなもう全国民が再生数再生数ピロシキー頑張れって言われたらめっちゃ嬉しくない？嬉しいよ。それはオリンピックの選手たちにはしないの？しない。なんで？俺な、なんかこの間テレビ出てすごい後悔したね。本心じゃないことを言っちゃったなって。ないやないや。今テレビ、あの朝の番組でオリンピックの選手を一人一人特集組んで、なんか今こういう練習しててこういう目標があって頑張ってますみたいな VTR を毎回流すねん朝。それで俺が出た時は空手の選手かな、で、まあ、金メダル候補らしいよってすごい頑張ってて、もうファーって言って、もうすごいのよ、すごいの。まあ確かにすごいの見てて、まあアナウンサーの人が、ブラスさんこちらこの空手の方迫力がすごいですね、ブラスさんいかがですかって振ってきた。あ、俺はいやもう本当に迫力がもうすごい、生で本当は見たかったけども、いやでも画面越しにも見てもすごい迫力は伝わるから、あのテレビの画面の前で応援したいですねって言っちゃった。応援するの？しないのよ。しないのかよ。でもそんな風に振られたらさ、いやまあ僕は別にどっちでもいいですとは言えないじゃん。でしかもまあその選手の方も見てるかもしれへんからな。その選手の方はもちろんいい結果を残したらいいなって思うし、で他の国の人とかも多分必死こいて頑張ってきてきてる人もおるやろうから、いい結果を残せばいいなって思うし、うん。でもそれスポーツに限らへんねん。それそこら辺のサラリーマンとかでもそうや。営業マンとかがさ、いい営業成績残そうと思って必死に死に物狂いで頑張ってるんやろ、うん、それも頑張れと思うし、ユースケやってそうやで、マネージャー業でなんかいい結果残したいんでしょ、うん、ちょっとでも給料上がるようになんか頑張ってるんでしょ、うん、だからそれもなんかそうなったらいいなって思うけど、でも毎朝俺は起きてユースケユースケとはなんない。それはなったらいいなとは思うけど、そういうことはしない、うん。まあ、ユースケは最悪な近場の人やから、まあ、ちょっと応援することもあると思うけど、でもどこぞやのサラリーマンの営業成績、営業成績、営業成績はないな。そうやな、友達とかまだね、オリンピックに出るんやったら、うん、なんか応援したいなっていう気持ちになるけど、他人をね、難しいな。これは私たちの弱点でもあるかもからね。ロシア生まれ関西育ちの完璧な日本人ではないし、完璧なロシア人でもないし、もしも自分らがロシアっていう国でしか生きてなかった、日本で生まれて日本人として日本で育ってたら、もうちょっとこうナショナリズム的なもので応援はしてたのかも。あれちょっとかじりついて、うん、自分らの感覚の弱点かもしれない。オリンピックに合わない価値観なのかなって思ってる。でユースケはでもそうやん。
応援するんやろ。するする。なんで応援するの？やっぱり自分の国の代表として戦ってもらってるっていう気持ちがあるから、その人が勝ってみんなでうわーって喜びたいなっていうのがある。多分やけどさ、日本人の選手が世界に誰よりも勝ちまして優秀です、その人は日本人です、イコール私も日本人です、イコール日本人である私も優秀。そんなわけない。そうやで、絶対そうやと。マジかよ。日本の選手が世界の人に勝ったら自分も世界の人よりもちょっと優秀みたいな思ってんねん。そこまで結びつけてないよ。だいやでもなんかロシアの人もね、やっぱサッカーとかもね、こう見て応援してるときにそんな感じがこう見て取れるっていうか、取れるで勝ったらほらほらのほら、まあ、ほらやったぞみたいな、わしらみたいな、いそうわしらみたいな、自分らがみたいな感じになってる。ロシア人である、うん、彼が優勝したからイコールロシア人である私たちは優秀だと。わしはそんな感じ。だからドーピングすんねん。ちょっと待って、なんでそうなった。そうだね。で、やっぱロシア国内におって今はインターネットとかも発達してて、うん、いろいろ見てると、あれひょっとしてこれロシアのやってることはちょっと違うんじゃないかって思ってる人たちも国内ではちょくちょく増えてきてるんやけども、うんうんうん、そうではなくて、やっぱり私たちは優秀であるっていうことをみんなが一丸となってスポーツを見て、国がまとまって同じ方向に進める、敵が多かったとて進めるみたいなのがあるから、だから国もドーピングちょっとやってまうんやと思う。やってまうやまとめるために。やってまう言うな。逆に自分じゃできひんことを表立ってやってくれてるっていうので、そんなん別にどっかカナダの選手だってやってくれてるやん。同じ日本人として世界で戦ってるっていうのがさ、すごいこっちも応援してて気持ちいいしさ、まあ、ちょっと自己満足なところはあるけどな。棒高跳びやってる人、あ、これもし自分やったら、うわ、めっちゃ拍手もらえてる、気持ちいいみたいな、ちょっと置き換えたりしてるところはあるけど。え、何今の、全然意味わからへんけど、もしもこれ自分やったらいっぱい拍手。だから、まあ、音楽みたいなことでしょ。音楽を聴いてこう自分が歌ってるかのようなことをこう妄想して、そう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 、選手に置き換えてる自分を。自分がその選手に生まれてないからさ、うん、全然無理や。もしも自分がさ、たまたまカナダ人に生まれて、うん、カナダ人と同じような人生を歩んでたら、うん、同じようになってたかも。それはそうかもしれへんよ。ピロシキピロスキーも大好きだよ。だからもしピロスキーズが2人で社交ダンスとか大会出たら、もうそれはもう全力で応援するよ俺は。ほんまに。オリンピックというものが本当に世界平和のためになってるのかっていう、国と国がまとまることはいいことな気はするのよ。そうやって各国々でまとまって対立するということ自体は本当に平和なのかどうかっていうことはちょっとよく分かってないよ。誰も傷つけない戦争的なものに見える自分は戦いみたいな、まあ言ってたやんか、うん、ギリシャのなんかさ、こういろんな選手が出てきて、うん、殺し合いをするみたいな、で周りがそれを見るみたいな、今回殺し合いはしないけど、でも結局はさ、体力限界に挑んでの挑戦をやってるわけでしょ。で、それを最後やって盛り上がってるけど、でも健康的なことを決してやってるわけではないみたいな。あんたが前話した話。いや、そうやね。ちょっと俺の話してた内容とちょっと違ったから。なんでギリシャの戦う人たちっていう表現もちょっとグラディエーターって言ってほしかったし、グラディエーター言えよ、言え言えよ。いやちゃうねん、でもアレちゃんは今戦争、代理戦争だっていう話だったから、あれは代理戦争だっていう意味合いじゃなかったね、うん、私はなんかそういう風に見えちゃうっていうか、平和なのか分かんないっていうか、代理のなんか国対国の戦争になってて、結局そこがスポーツで済んでるっていうことが平和の象徴だっていうことではあるんだけど、そもそもなんかこの戦い自体はそんなに必要なのかっていう国という枠でね、うん、だったら世界中の LGBT が集まって、世界中のホモ VS 世界中のノンケとかで戦わしたら、ああやっぱり私たちをかなって優秀みたいになるのかもしれないし、あ、でもなんかでもそれはそのジャンルの枠でもよかったわけや。国っていう枠でくくってること自体はどうなんだろう、ある意味でもそれをそうさせるとなんか逆に国がこうどっか行っちゃうっていうか、うん、まああとあんま見てて健康的ちゃうなって思う。あ、マラソンとかそういう健康的じゃないよ。非健康的やと思う。テニスやってるのあれすごい、テニス肘ってすごい肘痛めてるらしい、うん、ですっごい不健康やなと思う。だから未来の人はな、これ見てうわやばんと思うと思う。今の私たちが昔のな、あのグラディエーターとかを見て、うわあんな血なまかかったやばやばな、でも当時の人たちはそれがうわーすごいって感じだったわけやから、で今の人たちのグラディエーターと一緒やね、多分100年後200年後の人から見たら、なんか国とかで分けてああやって代理で戦争みたいなことしてすごい体に悪いことみんなやってるみたいな、かわいそう、あいつめっちゃ肘とか膝とか痛めてる、やばんな時代やわーってなってる。
ゲームとかになりそうだね、100年後とかだったら。 e スポーツとかみんなでこうゲームで世界的なオリンピックが行われるみたいな。とはいえ国がまとまることってすごく大事で、うん、やっぱり私たちは同じ国の枠の中で生きてて、同じように税金も納めて、みんなそれぞれより幸せを求めて選挙に行ったりとかするわけですよ、うん、ただいろんな考え方があるから、いろんなところの政党があって、いろんな思想に基づいてなんとかこうバランスを保つっていうのがあるんだけども、まあ、ただそういう意味での国の一致団結っていうのは必ず必要だと思う、うん、でそれにオリンピックが貢献してるのであればね、刺激になってやっぱり日本が好きだから日本をより良くしていこうみたいに、もしなってるんやったらいいことかなとは思います、うん、ただ僕はね、やっぱひねくれ者だから、そういうのを見ても自分に関係がないから、正直ネットフリックスとか見てる方が楽しいから、別に誰が優勝しようがどっちでもいいなって。うん、そう、まあ、スポーツに興味ないのよ。開会式は見る、開会式閉会式はなんかどんな演出があるんかなってショーとして見よう。またマリオ出すんじゃん、ルイージーか、いやその辺出すよ絶対。ポケモンとか出るかな。でもな、俺が日本にな来て、うん、ポケモンにハマってんのはもうようやく最近、スイッチとかそのぐらいでハマってんねんけど、もう日本に来たばっかりの時みんなポケモンポケモンカードとかね、みんなポケモン見てポケモンやってるから、それがいいんやなっていうのは分かってたけど、その時は見てない。俺が見てたのはな、スカパーでずっとなアタックナンバーワン見てたよ。緑と小杖よう知ってんな、俺よく歌ってるからな。苦しくったって悲しくったって、行動の中では平気なの、でも涙が出ちゃう女の子だもん。そうだったの、あっち、そのとこから歌ってたのかい。アタックナンバートスとかやってるのを見てたんだよ。でそれに憧れて中学の時バレーボール部に入った。ほんでバレーボール部に入った結果、なんと男子バレーボール部はトッスーとか言わへんって。だから3ヶ月でやめた。やめたんかい、うん、俺は緑と小杖に憧れたけど、緑と小杖にはなれんからだからこういう生態になったかな。でも今ようやくそういう生態、そういう繋がりなの。ようやく今ポケモンを再評価して見てるから。いやほんまでもアタックナンバーワンいいアニメやで、見て。いやめっちゃ絵可愛いから、あの時らへんのアニメめっちゃ見てた。マッハ55とかも見てた。あ、知らん。マッハ55、マッハ55、マッハ55ってやつ。翼とかもなかったっけ。あ、キャプテン翼ね。それもちょっとあって。筋肉マン、うんうんうん。ヤッターマンとかもよく朝見てた。ヤッターマン見てた見てた。ヤッターマン。だからそのポケモンに関してはちょっと利権があるから出へんかもしれへんけど、任天堂からはもう利権がしっかりと出てることは確認できたから、マリオらへん出すね、うん、楽しみ。そういうのは楽しみ、うんうんうん、以上です。ありがとうございました。